まあ、常々俺バイトでレジ打ってる時の面白かったエピソードを話すんだけど、今回も一つちょっと面白いエピソード。今日のお客さんね、100円玉こう渡してきたんだけどね、お会計の時に。その100円玉がね、もうめっちゃ黒ずんでて、なんかもうサビだらけで、なんかカビみたいのも生えてるし、緑っぽい黒っぽいもうなんかゴミみてえな、ゴミみてえな100円玉出してきて、もう死神の100円玉かなみたいな100円玉出してきたお客様がいたわ。はい、というわけで、どうも、メタルでございます。まあ、前回はといえば風呂でいたして、で店でいたして、2回ほどいたしてから、こう店出てくる時になんか気違い女みたいなのに襲われそうになったり、紆余曲折あった後だね。はい、店に戻り男子を呼んでくると、コーンは手に何かを握らせて女性の身を預ける。雨のおかげで人目がなかったのが幸いだった。今回の騒ぎは秘密裏に処理され、彼女の人生がそれで傷つくこともないだろう。なるほどね。大門へ向け、二人の背中がだんだんと小さくなっていくのを見送っていると、コンがようやくほっとしたように息を吐き出した。君も無茶するよな。あそこで前に出るか普通。肝が冷えたぞ。まったく。とっさだったんだよ。帰って邪魔になったらすまない。コンこそ、大丈夫か？本当に怪我はないか？大丈夫だ。これで結構鍛えてるからな。コンはそう言って笑った後、表情に疲れをにじませる。あの女な、営業街でも俺の後をつけ回したりするから、車出禁になってたんだよ。雨に紛れて忍び込むとか妖怪か何かかって。ああ、なるほどな。結構危ないやつだったんだね。なんてな、全部俺が悪いんだ。罪な商売だよな、形勢ってのは。巻き込んですまなかった、キオラ。いや、立派だったよ、コン。あのお嬢さんにも、コンの優しさと真心は届いたんじゃないかな。相手は女性とはいえ、君も怖かっただろ。芸者ってのは大変だよ、ほんと。よしよし。君、たまにお母さんになるのはなんでなんだ？あの女性もようやく頭が冷えて、今度は真っ当な人生を。と、そこまで考えて、今コンに通っている俺は何なのだろうと思う。あの女性の姿は、もしかしていずれ俺の。さて、旦那様、体がひどく濡れてしまいましたね。これからまたわっちとお風呂に入りにしょうね。ええ、身を挺してわっちをかばってくれたイケメンな旦那様へのお礼に、あんなとこやそんなとこまで真心込めてぬるぬる洗ってあげんしょう。またそういう。大丈夫、このまま帰るよ。門だってもう閉まるだろ。ええ、2泊していけばいいだろ。いや、さすがに仕事が。おお、瀬尾、瀬尾、急に瀬尾来てめっちゃびっくりしたわ。瀬尾、おい、久しぶりだな。あ、来てくれたんだ、坊ちゃん。おお、瀬尾の姿久しぶりに見た。瀬尾攻略したいって思うんだけどさ、俺だけこれ。ねえ、めっちゃ攻略対象に瀬尾欲しくない？ねえ、うん。お、瀬尾、どうした？仕事で何か？いえ、雨が降ったので気になって、出先から帰るついでに傘持って迎えに来ましたよ。え、一体どうしたんだよ。そんな気の利くこと瀬尾がするなんて。いやいや、お前どんだけ信用ないん瀬尾。ねえ、いやだな、真面目に心配しないでくださいよ。え、変なものでも食べたか？この前坊ちゃんの手料理食わされましたね。人の手料理を変なもの言うな。あと、なんかものすごく坊ちゃんを迎えに行かなければならないような気がして。すごいな瀬尾、何者だよ。いやだから、もうあの女性に襲われた件でしょ。なんかそれが胸騒ぎとして瀬尾に伝わってたっていうことだろ。すごいな、超能力者かよ。うん、何かありました？めっちゃ体濡れまくってますけども。ああ、まあ後でな。ありがたく瀬尾の掲げる傘に入る。なぜ一本しか持ってきてないんだよと思うものの、出先と言っていたし文句は言えない。途中で傘屋でもあれば寄っていこうかと考えつつ、俺はコンを振り返る。こんな状況で大門まで送ってもらうのもどうかと思っていたのだ。平気そうな顔をして、その実コンもとても疲れているはずだ。ありがとうコン、今日はここでお別れだな。しっかり休んでくれ。そうか、残念だな。また来てくれよ。もちろん。あ、
紹介が遅れてすまない。彼は大島屋の手代で瀬尾という。どうも、いつもうちの坊ちゃんがお世話になっているようで。いいえ、こちらこそ。さ、ボロが出ないうちに早く行くぞ瀬尾。ボロが出ないうちに。いや、まあそうだな。だってやべえやつだもんな。控えめに言って結構やべえやつだからな瀬尾。はいはい、早く着替えないとですね。手ぬぐいどうぞ。ちょ、顔面に押し付けるな。いやー、ちょっとまあこの瀬尾と紺の強烈すぎる2人の初対面ってことでどんな会話繰り広げるのかなってちょっと気になったところはあるけど、まああんま会話せずに終わったな。少しだけ残念だわそこが。近くで見るとあれですね、コンってやつは。立ち振る舞いからして綺麗な男だろ。さすが大店の人気形成だよな。ま、外側は。外側？見た目は取り繕っても中身はゴミ。坊ちゃんが最近作るお料理のようですね。いやもう、いやなんか言いたいことをさ、わかるけど、あの最近作る料理なんかさりげなくけなされてるよねえ。躊躇なくゴミ言うな。っていうか、コンがそうだって言いたいのか。今日初めて一言交わしただけで何がわかるんだよ。いや、メガネ。メガネ？何せよ嫉妬じゃありません。これだけははっきりしてます。いや、完璧嫉妬だろ。残念ながらコンは中身まで尊敬できる完全体イケメン仕様だ。そうですか、死ねばいいのに。死ねの部分ちゃんと伏せ字になってたな今。細けえな。負けを認めるの早いな。でもま、あれも所詮商売男ですから本気になっちゃダメですよ。それはもちろんわかってるよ。バイタ風情が色狂いがと互いに見下し合うくらいが正しい付き合い方なんですよ。でもそれは一理あるな正直言って。あ、そうだ、着替えた後にでも一発行きますか。坊ちゃんの金で女の子のところ。ゲー、いや、ゲーなんてお前笑い方するやつ初めて見てよ俺。中身ゴミはお前なんじゃないか。いやもう本当に面白いな。いやマジでねえ、本当に面白い瀬尾。もう攻略したすぎるこのキャラ。さて、今日は取引先としての玉屋にお邪魔していた。ほう、やはり玉屋も大事なお得意様の一つ、定期的なご機嫌伺いが重要になってくる。なるほどね。着物が入り用だという芸者に詳細を伺うため訪ねに行こうと牢内を歩んでいたところ。おコン、今日は楽しかった。君との時間は何より格別だな。コンの声だ。これさねえ、ぎっくりとして声の方向を見れば妙齢の女人を伴って歩いている。妙齢は若い女みたいな意味合いだったような気がするわ。彼女のとろけた視線と二人のしどけなく絡んだ腕は旺盛な甘い余韻を伺わせる。思わず俺は物陰に身を引っ込めていた。いや、まあでも、いやそうだよな。今までそういう描写がなかっただけだよな。いやだ、そういう職業だもんだって。いや人気形成だからな、やっぱり清ら一人だけが客じゃねえよなとは思ってたんだ。なあ、夜も来てくれるんだろ。今日のうちに2回も来いって。今は欲張りなんだから。ああそうさ、俺は君にだけ欲張りになるんだ。君の甘い声、いくら聞いたって物足りない。もう、いやお前こいつ、お前いや気まず、何この空間。いやもうもはや気まずいなんてもんじゃないけどね。そんなレベルじゃないけどね。いやまあでもこれコンが悪いわけじゃないけどね。言うてだってこういう職業だもん。だからもう本当にさ、さっき瀬尾が言ってたこと正しいんだな。いやまあ形勢として生きる人間の君だけを本当に信じていたわけではないが、実際目の当たりにすると何とも言えない気分になるな。これはあちらはおしゃべりに夢中でこっちに気づく気配もないが、もしやこれはもうすぐ廊下を曲がってこちらへとやってくる流れだろうか。やばい、鉢合わせたら絶対お互い気まずくなる。慌てて身を隠す場所はないかとあたりを見渡す。いや、とりあえずあの空き部屋っぽいところに。すごいタイミングで来るねお前。いや久しぶり千早。相変わらずかっこいいけど。凄まじい間の悪さで反対側から現れたのは、歩きながらキセルを吹かす柄の悪い天女千早。君からの贈り物は全て宝物だ。近づいてくる足音、怖い、まずい、来る。あんた何。え、
おい、ちょっと待って、何この状況、ねえ、どういう状況これ。俺はとっさに千早を引き込んで空き部屋に転がり込んだ。文句を続けようとしているだろう千早の口を手のひらで塞ぎ、自身も必死に息を潜める。調子のいいセリフを並べ続けるコント、鈴を転がすような女人の笑い声が部屋の前を通っていく。それは次第に小さくなっていき、そして完全に聞こえなくなったところで、俺は息をついて千早を解放した。いやもう完全に巻き込まれただけだけどね千早。おい、すみません。血の底から響いてきそうな声に、俺は反射的に土下座を決めていた。ちょっと事情があって、とっさだったから巻き込んでしまった。すまない、どこか痛いところは。はぁ、そんなカトンボみたいにやわな体してないよ。千早は面倒そうにため息をつくと、キセルを持ち直して壁に寄りかかった。よかった、殴られなくて。いやお前、千早を何だと思ってんだお前は。長いまつげに彩られた横目が気まぐれに俺を観察する。何あんた傷ついてんの。言っとくけど、あんなのここでは日常だから。もちろん分かっている。そんなことは分かっている。俺はただ気まずくて隠れただけでもないけれど、この感情がお門違いということはよく分かっているつもりだ。あの時包丁を持ち出してコーンを襲った女性のようにはなってはいけないのだから。ふっ、そう見ウイルスと脅威の防止。おい、どんなタイミングねえ。そう見えないけどね。あんたみたいのは車に通うのやめた方がいいんじゃない。物言いに反して千早の声は俺をあざけるようなものではなかった。だから甘えてしまったのだろう。大丈夫だ、俺だって遊び方はわきまえている。どんな耳に心地いい言葉を言われたって、それは特別に愛されているからじゃない。知っていて夢を見に来るところだろう、ここは。俺は勝手にも自分の心を整理し落ち着けるための聞き役に千早を選んだのだ。面倒を察してか千早は、よっしゃ、わかんねえ、調べてくるわ。調べてきたけどね、これ劉備って読むらしいね。柳の葉のように細かく美しい眉のことを言うんだって。お前本当にむずいね。このゲームの感じガチでむずいんだけどね。面倒を察してか千早は劉備を歪める。あ、なるほどね。今が生きるために本心偽り恋人のように振る舞うのは普通のことだ。同じことを複数の客にして君だけが特別だと嘘吹くのも普通のこと。俺を野心のため、金のために利用しようというのだって普通のこと。俺はコーンを受け入れられる。だってコーンがそれをするのは芸者として普通のことなんだから。いや、なんかもうな、強がってるようにしか聞こえないんだって。もう痛々しいよ。あいつは普通じゃない。思わず顔を上げて千早を見た。その切って捨てるようなセリフに尋常じゃない冷たさを、侮蔑を感じ取ったからだ。食いついた俺に思うところがあったのだろうか、千早の瞳がにわかに深まった色を帯びた。知りたい。綺麗な声は揶揄でもなければ、俺を試しているわけでもない。ただ純粋に選択を問うものだった。ドクドクと鼓動がうるさい。それは甘やかで心を浮つかせる音ではない。不快を刻み俺を追い詰める音だ。でも知りたい。うなずくと千早の唇がゆっくりと耳に寄せられた。明日またここに来て。いやいや、おいおい、マジ時間も中途半端だしよ。おい、まあでも今回はこの辺で終わっておこうかな。次回の展開めっちゃ気になるところだね。はい、ではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方はぜひね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。登録は画面のアイコンまたは画面下の登録ボタンからお願いします。高評価もしてくれると嬉しいです。動画投稿のモチベーションにつながります。もしよかったらおすすめ動画も見てみてね。それでは。